今日は第1話の、まあ、何かっていうと要するにゲームの歴史が中での最初の、最初がもうゲームの誕生というところ、まあ結局人類がなんかずらんかされた地形の上でって、要するに地図みたいなところでなんか物置いてあれこれやるのが始まりじゃないかなということを書いてます最初に。これはもうゲーム全体がそうだけどゲームがいつどこで誰が作ったかなんて全然わからないところでして、で一番古いところだとシュメールの、あれ草野さんご存知ですよね。あれシュメールの、あのスゴロクみたいなのが出土してるんですよ。でサイコロみたいなのがあるんだけど、これどうやって遊んだか全然わからない。マスカーさんの本出てきたやつ、ブルルですよ、あの辺から。あとエジプトで、古代エジプトで兵隊さんの人形があるから、まあその辺が始まりなんじゃないかなというふうに。バンジョーギの世界史でしたっけ。バンジョーギの世界史には出てくるはずですね。何か、ね、ウルの天空版、あ、ウルのゲームね、はい、中継のゲームが見てるのか、はいはいはい、あ、その辺がゲームの起源じゃないかと、うん、まあ言われても、まあ、でも分かんないですよ、誰もゲームがでも本当どこまで。で、ここでちょっと話がちょっと展開して、アメリカ海軍のグリーンバーグ大佐っていう人は孫子にゲームの源流を、まあ、ボーゲームの源流って言ってもいいでしょうね、求めていると、うん、で、ここ、ウェイハイっていうゲームが出てくるんですが、まあ、日本の語に似てるって言ってるけど、これ多分逆なんですよ。日本の語ってでしょっていう、なんで孫子の話をして、なぜ語を日本のゲームとして扱うのか、そのまま中国でいいじゃん。まあ、で、多分、ウェイハイってこれ、だから語そのものでしょっていう。なんていうかな、カルチャーギャップがお前ちょっと面白いんですよね。我々日本人だからすぐにそういう連想いくけど、アメリカ人だと語っていうのを知ってる人は珍しいから、はいはいはい、からちょうどこの頃はアバランヒル社で語の、はいはい、アメリカも出してるんですけどね。スリーム、あと孫子っていうゲームも出てるんだけど、そうか、アバランヒル孫子、うん、出てましたね、アート・オブ・ウォーっていうタイトルで、はい、まあ孫子なんだけど、福原原の原稿出てた気がする。アートの方がちょうどその時代に本を書いてるから、まあなんかそういうよく言えばインスパイアを受けてるんだろうなという。でその次に出てくるのがチャトランガですね。チャトランガを説明するとまたすごい時間がかかりそうな、はい、簡単に言うと4人でやるやつと2人でやるやつがあって、チェスとか将棋とかの、まあ、中国将棋なんでもいいけど、その辺の系列の全部の元になっただろうと言われてるゲームです。前後世紀でしたっけ。なんかそれも説があって、そんな古くないんじゃないって話もあるし、前書いた自分で書いて忘れてしまった。あれ草間さん詳しくないですか。今7世紀ですね、定説は。全じゃないですよ、5ですよ。今7世紀だとかなり新しいゲームです。そうです、私が自分で書いた原稿を忘れてしまう。それから4人が原型で2人になったのはどっちかというと今否定されてて、最初から2人だったってことになってますね。ただチャトルっていうのはクアトルですから、はい、4でアンガは軍隊ですから4軍って意味なんですよね。だから4人でやってるような雰囲気は私はするんですけど、あの駒の置き方とか見ると4人でやるのもあるよなって感じがしますね。いやだから4人でやるのがあるの、やるのがあるのは確かなんだけど、どっちが前か、この辺はいろいろです、説が古すぎてよくわからないというのをちょっと考えてた。で、まあ、サイコロ使ったりもしてて、そうですね、4人は最高使います。ここでゲーマーとしては面白いのはサイコロ使うということで自分の負けた原因を技量が劣っていることによって運の悪さにするっていうことが、サイコロがなくなったからできなくなったよ。これは誰が書いてるの。パーラーが書いてるんですよ。パーラーが書いてるんですよ。自分のことだろっていう。まあでも合いがちですよねという。でまあここで一般論としてチャトランガからチェスになって、そのチェスがここでチェス、あのヨーロッパのチェスだけじゃなくて日本でいうところで将棋を含んでると考えてくれて世界中に普及してくるんですけど、将棋シャンチにいろいろっていう感じです。そうそうそう、まあ、 あの言語的にね、あのチャトランゴのチャっていう音とシャンチのシャとか、チャンギのチャとか、日本のショウとかチェスとか、ね、まあ、エチェクとかね、そういう言い方もありますけど、近しいんじゃないかっていう人もいますね。でここでチェスの話がちょっと入ってきて、さっきチェスの話ちょっと出てきましたけど、あのチェスをやって戦争イメージできるかっていう話があって、まさに今日その話に入ってくるんですけど、ですね、まあここでも書いてあるようにチェスっていうのは戦争の細かいことを
教える道具にするにはあまりにも抽象的すぎて違うよねというのが始まりなわけですね。チェスのどんなゲームかここで改めて説明する必要はないですよね。皆さんそれなりのことはご存じですね。まあないとしましょう、ね。でそういう考え方が出てきたのは17世紀だから、1600年代、日本でいうと江戸幕府ができた頃ですね。ヨーロッパでいうとネッサンスの頃なんですけれども、チェスを元にしてもっと軍事的なこう細かいことを、まあ、味わえる変化とか複雑化っていうと、要するにもっと軍事的な、要するに頭上演習的なものが作れないかっていうことでドイツで発明されたと。それが王様ゲーム、まあ、ケーニッシュスピールっていう、スピールってゲームのことですから、うん、っていうものが1664年だから将軍家光の代ぐらいかな、ドイツで作られます。自分で7世紀っていう原稿書いたの忘れているというのいやありがちですよ、そういうことって一回書くと、うん、結構その面倒なんだよね。草間さんに見てもらって送ったやつです、うん、だからでもまあいろんな説がある、うん、でこの最初の王様ゲームは本当にチェスを元にして作ってて、チェスが大きな盤で駒が30個、うん、ちょっと多いですよね。で駒の種類が、まあ、王様、元帥、陸軍大佐、陸軍大、まあ複数の以下って書いてますけど、それから大臣、指揮部官、まあ、まあ役人ですね。あとチェス以来のナイトとか従者とか副官とか護衛とか槍とか兵卒とか、まあ、だからナイトと王様とナイトとポーンはチェスから持ってきて、それ以外のものを付け足してると。で当然駒が違えば動きも違うっていう感じで、どんな動きかちょっと分かんないんですけど、ね、これでも大臣が文官がこのなんか成長に弱って出てくるんですよそれはチェスでなんで僧侶がいるのっていう、いや僧兵かもしれないじゃんまあなんかそういうものを言いたいんだろうなっていうのは分かるんですけどね。あの大将棋中将棋ってのは荒井党ですよ。大将棋中将棋は釜室町ですね。でも同時代よりちょっと前から 第一将棋で、まあ、あれは戦場をリアルに再現しようと思って作られたものじゃないですか。あれは王将とかに求めて秘銀とか出てきますからね。ちょうど全部出てきたらもうなんか楽しくなってしまったマニアの人が、ね、面白いのは大、まあ、ストレートに大中小って来てるわけじゃないけど、王将棋って、まあ、大きい方が先じゃないですか。これ逆にチェスの、要するに日本で言ったら普通の将棋から大将棋に向かっていくみたいな感じで、うんうん、逆に発展してるっていうのがちょっと日本の場合と違うところで今でもね、大型チェスはグランドアセートブレなんていうのはやってるみたいですよ。マニアがいいかな。なんかやっぱり普通のもんじゃ飽きたらない人いるんでしょうね。いるんでしょうね。みんな他人事みたいな。こんな動きいらないだろって。中将棋連盟ありますからね。中将棋やってますね、うん、年に1回大会やってますけど、やっぱり時間がかかるのが大変で、1日ね頑張っても2局しかできない。それはまあ2局できるんだ。いや2局できるのは立派なもんですよ。いやだけどあの人が集まってねってチャンピオン決めようと思ったら大変じゃないですか。まあ確かに2局じゃ、1日じゃ終わんないでしょ。2局じゃ、いやそうですね、4分の1にしかならないですからね人が。だってもちろん相手の駒使えなくてそれでしょ。中将棋はあもう使えないですか。使えるのは小将棋っていうか、今の将棋と鳥将棋だけですから。あ、まあ、それで、今言った王様のゲームが軍事チェストと戦争チェストと呼ばれるようになって、まあ、似たようなゲームを例によって作られましたと。なんだけど結局これってゲームで軍事的なことはあんまり実は重視されてなかったなと。でこれを書いたウェイクマンっていう人は、単なる時間潰しのゲームじゃなくて、このゲームをちゃんと学ぶ方向で使えば軍事的な原則とか提供することができるって書いてるけど、どうなんだろうなと。まあ、言うだけ言ってみたみたいな感じ。まあ宣伝文句なのかなという気持ち。あ、で実際それであのピーター・パーラーもこの言葉はデザイナーの古代広告だよねっていうふうに書いてますね。でまあ大ゲームを扱った本の多くはこの戦争施設の類が船の道具だというふうに言ってますけど、パーラーはこれ否定してて、まあ、上でも言ったように、あのこの抽象的なゲームで戦争の基本原則を推進のは無理だろうなと。で無理、専門家が考えたことでもないだろうっていうふうに、まあ、決めつけてます、うんうん、で
この戦争チェスって一般に言われるものは未熟な、まあ大ゲームとしてはすごく未熟っていうか大ゲームとしては言えないようなもんなんだけども、これがまあ大ゲームに発展するきっかけにはなります、うん、でまあこの時ゲームでいろいろこうゲームとしての要素がいろいろ出てきてるんですけど、その一ついくつかちょっとここで紹介してるんですけども、まずヘルヴィヒのゲームで駒っていうのは一人の兵隊さんじゃなくて部隊っていうものを表していると。これ今の大ゲームの方ですよね。もうそれこそアーケードでも何でもそういうの結構あります、ね、うん、シミュレーションなら。でもう一個は大事なのは地形っていうか考え方を導入していることですね。あのチェスは主力の番じゃないですか、まあ、それが、うん、じゃなくてそこ色分けとかして山だよとか平野だよとか水のある例えば池だよとかのことをなんとか表現できるようにちょっと工夫がなされてきまして、であと一番大事なのが審判を打てるってことなんですね。普通にはボードゲームって審判を打って置かないじゃないですか、うん、置くのもあるけども、そこがだからゲームと頭上演習の、まあ、分かれ道的な部分になっているわけですけど、うん、審判っていうのは何を裁定したんですか。この場合多分ね、舞台と舞台がくっついてる勝ち負けとかそういうことを判定する。どうやって判定したんですかね。まさかサイコロ振ってるとか。いや、サイコロは使ってなくて、ないよね、うん、ただ細かいことあんまり分かんないんで、うん、でまあこの新機軸入れたゲームを作ったヘルビヒさんはこの自分のゲームで軍事問題を考えるように、あるいは軍事問題を教えるように、まあ、戦争のやり方を教えるって言った方がいいかな、まあ、努力をして、まあ、だんだん広めていくわけです。だけどもこのゲームってまだチェスなんですよ、結局のところは。いろいろ新機軸があるけども、ただチェス版にしてはすごく大きくてマス目が1666もあると。そうなんだ、ね、うん、かなりでかいですね。1666って将棋版であれば81がそんなもんですから 40×40 ぐらい。そうだね。そうですね、うん、なかなかですね、うん、なかなかこんなに、ね、普通の大ゲームのヘクスマップでもまあまあのデカさのマップじゃないかな、ここまでってなかなか。でまあマス目の色分けしたって、赤だったら山で、青だったら湖とか、青並べると川になってたり、あと緑の、まあ、薄緑って書いてるけど、これは沼地だよとか、濃い緑の木とか森になってるとか、で何かまだ黒と白のマス目っていうのが残ってて、それが平地だって言ってるんですけど、でもだいぶそれっぽくなってきてる。それっぽくなってきてるんですね。で駒はまあ基本的にポーンを使うわけですけど、チェスというところは。その他に、まあ、120個ずつ駒あるんだけど、お互いに歩兵の他に軽騎兵と重騎兵、あと砲兵とか、面白いのが橋家とか橋家をつないでくる、はい、なんていうかな、ヘル施設の駒なんかもあったりっていう。岡山さんからコメントがあって、ヘルヴィヒのゲームは駒の向きがと移動が中断される云々から戦闘の結果を判定するとかって話だった。ポイントとなるのはその判定のね、うん、メソッドっていうか判定の基準みたいのが あるわけなんですよね。判定するとないとできないですから、ね、ですよね。ということは逆算するとその判定の基準に、マッチするように傭兵すると勝つってことですよね。まあまあそういうことになりますね。まあだからある意味で戦略の勉強にはなるんだけど、まあ、リアリティがあるかどうかっていうのはまた別ですね、はいはいはい、ちょっとそれは思いますけどね。逆に言えば今草間さんがおっしゃったようなことがそのなんていうかな、後の教育面での軍事教育面での方向性になっていくわけですよ、ね、私はなんかね素人考えですけど、これだとチェスを基盤にしてチェスをなんていうか実地に近づけるみたいな形でね、広げるみたいな形でできたっていうあれですけど、はいはいはい、私なんかがその物語や映画なんかで見ると、例えば日本の戦なんかでもこう軍議を開いて、ね、そこ地図を広げてあの凸の字みたいな駒をこう進めたりするじゃないですか。ああいうのからできたのかなってイメージがあったんです。そうでもないの。そうじゃないんですよ、ないの、ね、私もそのイメージずっと逆なんだね。逆にチェスが最初なのみたいな感じで、うん、本当なんですかね。まあいやいや、あのピーターパンはそう言ってますからがそう言ってるってこと、ね、横山さんからジョン・ピーターソンがそれをまとめてる動画があるよって送ってきたんですが、まあ、動画あるの。これぐらいで、うん、続き気になる人は前編 YouTube で見てください。YouTube なんだ。はい。ジョン・ピーターソンっていう以前ここで読んだ、うん、ブレイン・ガッツ・ザ・ワールドの著者がまとめたやつですね。基本的にだからまあパーラー、まあ多分パーラーの本に沿って説明してるんじゃないのかなっていうぐらい完全に、そんな感じですよね。完全にボロいですね。あれパーラーが
元にしてる現地から持ってきてるから、お前が同じものなのかあれですけど、そんなところですよね。俺でも聞き取れる上ですごい助かってる。いやすごい聞き取りやすいよ。すごい聞き取りやすいってめっちゃ聞き取りやすいっす、ね、説明してるから、うんうん、まあ、駒の動きやで、まあまあ、とにかくこのヘルキさんのゲームが教育面の方で評価する人が出てきまして、でフランスとかオーストリアとか、いや、要するにドイツの隣の国ですね、でも勝てられるようになったと。で結局でも類人ってやっぱりゲームなんだよねっていうふうに書いてる。要するに軍事的な面は、要するにいわゆるウォーゲーミングっていうのは僕言っちゃって、やっぱりゲームとして作られてるから、どんどんやると思って、でちょっとこれ元の文章から持ってきたと。戦争の用語と原則について小さな痛みのない基本的な教育を提供するようにデザインされていたという訳が正直よくわからないというか、小さいというのはゲーム規模が小さいということですかね。で痛みがないというのはその実際にその戦争痛みがないというのは実際に戦争じゃないということですね。がないってことだと思います。で基本的なベーシックなっていうことだから、まあ、あくまで考え方、まあ、軍隊にいて一番下の規模詳細ではないということですね。将軍とかじゃなくてみたいな、うん、でまあ、短時間で終わるっていうようなことじゃないですかね、小さいだから、うん、でこれが結局、まあ、今のゲーム関係者を見て厳密で形式的に見えるけども、結局は戦争自体が数学の将棋みたいに厳密で形式的に見えた時代の産物だよって書いてあって、ちょっとこれは説明しますね。これだけ書いてあるの何のことやらさっぱり分かんないでしょうから、うん、これ18世紀の話なんですけども、軍事学でいうとクラウゼヴィッツが出るような前の時代のことなので、アメリカに行くならクラゼビッツルネッサンスという言い方をしますけど、クラゼビッツって軍事学ってちょっと変わってしまうんで、その前の古い時代の軍事学の話だっていうことを言ってて、じゃあ、うん、何かって啓蒙思想の時代なんで、百科全書派とか出てきた。で、イギリスでいうとニュートンが解析や微積やなんか生んで、要するに数学的に何でも証明していけるよねっていうことまで、戦争も多分そうで、まあ、今のこの誤解あるんだけどね。例えばミサイルってミサイル迎撃すれば当たりじゃん的な、でそれ確率じゃない、数式で説明できるよねっていうような時代の、もっとプリミティブな時代の考え方がクラゼビッツより前の軍事学なんです。今のウォーゲームでは厳密にすればするほどミサイル同士は当たらなくなってくるっていうだからもうそれもっと厳密と、軍隊の行動をもっと幾何学的に解析してできるんじゃないかとかっていう時代の話です。そこオペレーションのリサーチはその啓蒙思想ルネッサンスではあるわけですけど結局そういうことになります。やっぱいや本当西洋史で啓蒙思想の時代って本当に抜きにしてものを語れないんで、そこはちょっと抑え、どの分野にいてもどっかで突き当たるという、でそういった時代の産物だから形式主義的だしというふうな表現が出てくるんですけど、だってそもそもフリードリヒ大王っていうのは啓蒙先生君主だったんです。そうですよね、はい。でまあ、その考え方をある意味ひっくり返したのがクラゼビッツで、戦争の摩擦とか戦場の霧とか言って、要するに先のことって全部見通すことできないんだからっていうようなことで、どん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 、まあ、軍事力が進んでいくわけですけど、ちょっとそれはまあここの話じゃないんで省きますけど、でだから今言われると当たり前みたいな感じですからね。そう当たり前ですよ。でも世の中そういうもんでしょ例えば三平方って考えるみたいなすごい手間あったわけだけど、証明されちゃったらそんなもんだになっちゃうじゃないですか。まあそんな感じだと思って、まあ、決定論的なあれが時代の空気みたいなのがあった、ね、そうですね。物理学だと量子力学とかでその辺揺らぎがあんまりなくて決定できるって思ってたんですよ。でまあだから軍事チェスでいいっていうふうに確かに言えるわけですよね。あの動き方で別にいいんじゃないのみたいな、うんうんうん、いやいいんですけど、これ本書くんならちゃんとそこ説明してあげないと分かんないですよっていう本なんでそこはちょっと突っ込みたいところです。で、まあ、マクキューっていう人はこの戦争チェス見て、戦争チェスはゲームじゃなくてむしろ模擬的な戦争に似ているのは、まあ、だんだんここで自助演習的な考え方に寄っていくわけですけど、でその違いっていうのを、あマクキューって今の人ですけどね、いくつかの面で戦争チェスっていうのはモノポリーのゲームがビジネスゲームに対してと思ってるのと同じように、どんな関係を持ってるんですか。そう、いや言いたいことはないですよ。確かにモノポリって経済ゲームですよ、あれは、うん、ある意味、まあまあ、あの言われてみれば、アクアイをやり込んだら M&A が得意になります。だなりませんよ、そんなの。モノポリでうまくなってじゃあ経済で株買って勝てますかって話なわけで、そういうような違いがあるよねっていう、最近いいところの土地買えばいいんですよ。最近研修ゲームっていうのが割と出てきてるんですが、
かなり高いお金を取ってますね。あ、そうです、はい、だからセミナーで1万5000円とか2万円とかしますよね。単体のゲーム3000円ぐらいのゲームを2万円とかで売ってるから、うん、なかなか、うん、まあいいな、はい、まあとにかくちょっとこういう変な例えで、でそれからちょっと話が 今まで陸の話だけど海の話になる、はい、海軍の最初のゲームってタイトルつけてやって、うん、軍事チェスがこうやって大陸でまあなんだかんだ流行ってるのと同じように今度イギリスはスコットランドで帝都イギリスに起こるんだけど、スコットランドに起こるんだけどまあスコットランドで高校生戦闘艦ではないだろう、戦闘行動を争う込みの方法法案って言うけど、要するに船の模型をテーブルの上に置いて、まあ、実際に動かしてみて、どういう動き方でどう打てば一番いいのかなっていう、うん、それこそ鉄拳が人の殴り合いだけど、それが本当に一番現象的な形って考えていただければいいかな、うんうん、実際の物を持ってきました、まあもうすぐ模型ですけど、模型です、今昔の戦争映画だと結構ありましたよね、これ場面として模型を並べて海図の上に模型を置いて、うんうん、あんな感じをイメージしてくださいで、これがまあ後の兵器演習って言われる、まさに映画なんかで出てきてる船の模型使ってってあれになるわけですけども、で面白いのはこのクラークさんっていう人が作った軍人じゃないんですよね、本当の素人で、で、うん、なんで趣味で研究してたわけですけど、暇だったんですか今でいうとこのミリタリーオタクの人、元祖ミリタリーオタク、なんでも元祖いますよね、古い時代に、まあ、本の表現を変えるのは、すべてのテーブルは楽しみながら互いに対抗する艦隊を展開させ運動させる十分な広さを持つ艦艇を提供した、要するにテーブルがあればできるよっていうことですよね、はいはいはい、でもネルソンはクラークのおかげでナポレオンに勝ってるわけへえ、なって書いてありますね、彼自身は海に出たことがないっていいですよねいいですね、まあ、クラークはこれらの方で海の戦いに行く機械学と数学を解くことができた、まあ、だから位置関係やなくて、あと最後の試合とか考えてってことを、うん、この頃の感想を学ばないとできないわけです、できないわけですあと社学校をつけさせない三角関数そうですね、三角関数、まあ、別に三角比表があればいいから別に三角関数を使わなきゃいけないわけではないんだけど三角比も覚えなくていいって言ってました、今やらないんだよね、中学やらないんでしょ、中学じゃないですよ、いやこう数一ですよ、三角関数は日が過ぎて、日が過ぎて、関数が関数は数二関数です。三角関数は私もやりましたけど、あれ俺どこでやもそうです。この頃の回線を再現するボードゲームって、アバロンヒルのウッデンシップ&アイアンメインぐらい。80年ぐらい。SPI とかも出してるんですよ。SPI とかはナポレオニックの回線か。ナポレオニックの回線だったら、うちの高校生。あんまり見たことはないです。あんまりないっていうか、ウッデンシップって大体完成されちゃったから、はい、そう、なんか、シリーズとか、それ以上なんか作ってもしょうがないんじゃないみたいな。でまあ、このクラークさんは1779年の人ですけど、面白いことに、海に出たことがないっていう、本当に趣味で。畳の上の水田なんだ、うん、本当畳の上の水田なんだけど、そこまでで終わってればそれだけの話なんだけど、自分がこの作ったり書いたものを関係者に見せるわけですね。ユニバーサル野球協会感がありますよね。あ、そうね、なんすかすごい野球やった人が野球のコーチングの事実書いてるんですけど、ね、面白いです。ユニバーサルユニバーサル野球協会という小説があって、小説があってね、なんかいや野球ゲームのなんかそれベストプレープロ野球みたいな野球ゲームを、まあ、自分のなんかこう表みたいなので一生懸命計算しながらずっと自分で延々とやってるっていう、はいはい、男の中にね、それまあメタフィクションなんで、多分あらゆるジャンルにそういう人っているんだろうなという、うん、そういう人たちは野球ブックフェアにいっぱいいます野球ブックフェアで野球ゲームを大ゲームの変形してて、現実とリンクしてくるところがすごいんですよ、さすがすげえもなくプロに見せちゃうところがね、野球もアバロンヒルも前野球ゲーム出してましたよね、ありましたね、あれなんだっけ、タイトル忘れてた、なんだっけ、スタープロ野球じゃなくてそう、なんか日本っぽいなんか青いパッケージのゲームありましたけど、この頃のね、こうアバルヒルのゲームはボードゲームギークに嫌われていて 5.何歩とかつくってことばっかりで、まあしょうがないですよね、はい、野球はスーパースタープロ野球だ、あ、スーパースターベースボール、スーパースターベースボール、プロ野球ってつけながら、それを移植して日本版っていうのを日本で出したんですよね、それがプロ野球の方じゃないか、あ、そうか、はい、
あれでも評判悪かったんだよね、野球好きの人には。クラークさんはそういうことをやったわけですね。うん、まあ、でもネルソンってとこも船酔いしたって言いますからね。一生船酔いしてたって言いますからね。船酔いする人大変だな、ね。で、まあこれ嘘か本当か知らないですけど、まあ、ロドネーってとことかネルソンってとこの勝利に貢献したよって言うけど、どうなんでしょうね。うん、正しいこと書いてるけど、ちょっと検証はできないけど、これ。そうですね。言うのは簡単ですからね。言うのは簡単だな。まあ、あれが、だってネルソンって戦争勝った時死んじゃってるんですよ。有名なセリフありますけど、要は義務を果たしたっていう、今の件。また分かんのかなってやるけど、まあ、そういうことはしといてあげましょう、僕は。うん、まあ、クラークさんの考えたものはゲームとは言いにくいけど、まあ、指導シミュレーションという、うん、そう、要は簡単な動きとか表して有利な戦術とか考えることができる、ゲームとして作ってるわけじゃないから勝ち負けとどうやってという特にないわけで、うん、ただ、まあ、ゲームに進む前の試みとしては結構先駆的なものなのは確かです、まあ、模型ではそこに近いんだよね、うんでまあ、このクラークさんのやったことってのは18世紀の軍事専門家の予報に似てるってこと、あのこれ陸の方ですね、軍事専門家とここに書いてあるのは、あの往々にしてちょっと日本語の字面だとピンとこないけど、あの英語圏だと王とかミリタリーとどっちかというと陸軍寄りのことを指す言葉だって考えておいていただけると助かります、うんうんうん、陸軍と書いてあるとアーミーだけで陸軍という意味しか本来ないんで、ネイビーがないと、そうですね、アーミーとネイビーでなんかまあそれぞれ別の単語ですねただここ直訳で軍事専門家って書いてるのに従ってますけども、でそれが何かっていうと、あの名前の兵隊さんを使った机の上でのまあ記憶訓練ですね。あれ前なんかでこれの絵を見たんだけども、要するに名前の兵隊さんがこう置いてどういう体型がとかって、あの貴族が子供に教えてるような絵があったんですけど、これが後に HGL のをやってた、あっていうか沢田さんが大砲買ってきたっていう、あそうそう大砲買ってきたリトルローズになるわけですけど、いや大砲いいですよで、まあ、クラークなそのテーブル版だよっていう、で地形ってものを考えないだけ陸の戦いより何時じゃないですか、それまで何時かな、そろそろここまでで30分ちょいですね、うん、もうちょい行けるから、もうちょい行けます、じゃあチェスから大ゲームってところまで、はい、で1797年だから19世紀のほんとちょっと前、あと軍事関係の作家の、要するに軍事関係で物を書いてるゲオルグ・ベンチュリーニ、まあまあドイツ人ですよね、またもや、うん、新しいゲームをデザインしてシュレスビヒヒで失敗してます。シュレスビヒヒだからプロシアじゃないのか、名前的にはそうですよね、うん、ドイツ人だけど、シュレスビヒヒだからデンマークのちょっと下っていうか、この頃またデンマークから、シュレスビヒヒ・ホルシュタインで、シュレスビヒヒ・ホルシュタイン戦争の前だからまだデンマーク領ですね、うここで軍事戦争を発展させたゲームを独自に考案して出版します。でこれはまた例によって四角いマス目の切ってある切断みたいなもので、だけどマスの数はとうとう3600人まで増えて、ビッグゲーム思考は何なんですか、なんでこう昔からビッグゲームに進んでくるんだろう、要するに細かいことを求めたくなるんでしょうね。でそのマス目は例によって地形を表す色、要するに色で地形が書いてあった。でここで一番画期的なところは架空の地形じゃなくて、さっき動画で出てきたのには架空の地形ですけど、実際のフランスとかベルギーの国境地帯だから、ドイツが戦うようなあの辺のしょっちゅう戦争の戦場になっているところを表している、要するにより演習的になっているわけです。で駒も歩兵や騎兵だけじゃなくて、いろんな支援部隊って書いてますけど、これ現状だと支援部隊ってしか書いてないけど、多分砲兵とか工兵とか、要するに大砲とか、あとなんかいろいろ工事やる工兵とか、あと補給部隊なんかもあったんじゃないかと推測します、うん、でそれに橋とか要塞とか大砲とか、まあ補給や運ぶ荷車の一端とか、あの面白いのがパン焼き場まで駒にしたって明らかなビッグゲーム思考じゃないですかっていう、それどうすんのっていう、絶対アンプレイヤブルになりますよそれどうやって作ったんですかね、駒はなんか陶器かなんかのあれやりたいですか、木かなんかで作ったんですかね、なんですかね、でよく言えばベンチュリンって後方支援も必要なってことを認識してたと言えるんですけど、今のベンチュリン偉いんじゃない今とか日本よりは偉いんじゃないかと私は思いますけど、でもう一個ベンチュリンさん舞台の駒をチェスよりももっと時差の駒の駒じゃなくて舞台の動きに近づけようとして、例えば冬だったら行動が制約されるとか
あと戦闘部隊に支援補給やなんかの届ける効果も組み込んだりっていう、まあ、ビッグゲーム思考ですよね、うんうん、あと面白いのがだから天気のルールっていうのがちょっと入ってきてるかもね。でベンチュリーさんこれゲームとして作ったんじゃなくて軍の学校で使う教材として使えることを目的として作ってます。で実際この士官の訓練をゲームと呼ぶならべきではないみたいなことを言って、でそうなってくると非常に、まあ、ゲームが大きいですし複雑なルールがという今につながるジレンマが出てきてるわけです。要するにかなり凝ったルールが作ってあったそうです。逆に言うとゲームじゃないなら何のために作ってるの？いやだから訓練ですよ、軍の非常演習みたいな。そうそう、非常演習として、と本人は思ってるわけですよ。でまあそのベンチュリーさんの考え通りにドイツとかオーストリアとかイタリアとかいったあたりの軍事に関心を持つ、まあ、要するに軍人ですよねに受けるんですけども、その反面でいやいやそんなのは戦争の教育には使ってもしょうがないだろうみたいな、要するにあれただのゲームじゃないかっていうふうに非難してくる人もいます。でプロシアのフォンデアゴルツ将軍っていう人もいるんですけど、いたんですけど、そういう人がスゴロクに似てるとか、これまた面白い曲で、サイコロの上で悪いじゃん、沼地で転んだりまあまあよくありますよね、こうやらして TRPG で転んだりみたいな批判をして、スゴロクに似てるってのはどうなんだろう、スゴロクってここでの要するに爆弾的なことのこと言ってるはずなんだけども、あの目が悪いとでき何もできなくなるっていうことをスゴロクだって言ってるんだと思います、ね。じゃあいけあのデメがいとすごくラッキーになってる、うん。これダイスして進めてるわけじゃないんじゃないでしょう。これはおそらく戦闘自体ダイスで、あと沼に入った時の効果とかダイスで判定してるんですよ。まあ、効果をね、うん、なんかお遊びだって言いたいんじゃないかなって。まあまあ、うん、します感じで。まあでもそういうっぽくなってきますよね。だね。はい。まあ、このゲームっていうのはその時代の洗練された軍事教育の悪い出来の悪いもので、あまりにも多くの困難を積み上げているので、まあビッグゲームですからかえって前に踏み出すことができないんですよ。要するにやりにくいよってこと、教育に使うにしてもみたいな批判がされてます。でまあパーラさんに言わせると、ベンチューリンには20世紀より前の形としては大ゲームを一番前進、まあ進歩させたよと、うん、言って、大ゲームをやる際に大事なあの鍵となったの実際の地図を使うっていうところを、うんうん、導入する、まあ、足がかりをここで見せてますっていうようなことを書いてます。で、あのこれ私が括弧補足してますけど、この時代って実はまともに測量して地図が作られるようになった時代なんですよ、うん、あちょうど日本でいうと伊能忠敬がやっぱりこの時代で、うん、伊能忠敬ってヨーロッパの地図の測量技術を導入して日本であれだけの地図を作ってますから、うん、地図政策の政策は、まあ、ぶっち、この地じゃない方の政策です。ああ違うの、これ誤植ですね。地図作りの方です。そういう技術的背景があったと、ね。地図の政策で一番進んでたのはこの頃はフランスなんですよ。で技術的にはオランダで生まれて、プロシアちょっと経由してフランスで今あるような作り方が大体形作られて、まあ、精密な地図が作れるようになって、それを参謀本部が築いて、日本も2万5千分の1の地図とかそれで始めてるんです。あと地形の模型の方もできるようになるわけですね、地図が作れるようになると。そうするとあの、まあ、模型を実際作るとアクチュアルウォーゲームってあのミニチュア使ったウォーゲームができるようになっているところに行くわけです。まあ、これぐらいでいいかな、11時になっちゃうじゃあここまでにします。はい、わかりました。なんか質問があるか。3600マスって、マスというか、まあ、なんでしょう、よりそのリアルグリッドに近いぐらいのイメージってことなんでしょうけど。多分ヘックスで使わない、スクエアって書いてあるからマスって60×60 だと思えばそこまでではないですね。まあ、そこまでっちゃ、まあ、そこまでか。うん、山さんから来てます。スゴロクに似てるの原文はゲームオブウェポステーテボヤージュ。いいんだ。あ、またちょっと違うんですね。ウェポステーテボヤージュっていうフランス語はどういう意味だ。なんか旅行するゲームみたいなイメージなのかな。あの世界一周ゲームみたいな。ちょっと外装のゲームみたいな感じ。はい。あ、じゃあやっぱりスゴロクって言っても。いわゆるワスロークなんかあの、ね、このスゴロクは本当になんかどっかのマスに行ったらまた食ってみんな感じになる、まあ今のスゴロクですけど、ああいうのがたくさんあるからそういうことなんじゃないですか。このマスに入ったからなんかしたらとか、ああいう系統のスゴロクなんですね、バッキャモンとかじゃなくて、
ジャムだったらね、なんかやっぱり違いますもんね。そうですね。エスロと伴奏力えらい違いだからね。全然知らますもんね。あ、これ完全にスゴロクですが、そういうスゴロクですね。そうですね。当時の軍隊っていうのはそういう机上演習的なことって考えなかったんですかね。まだやってないですね。やってないんですか。ものすごく新しいところですか。実は机上演習ってすごく新しいと思う。これじゃあ17世紀はやってなかったってことですか。やってないよね。じゃあその時代劇とかでそういうなんかあの凸が出てくるのはあれは何をやってたんですか。まあ多分簡単な地図があって作戦的なことを考えるときには何か置いてっていうのをやってたんですけど、別にそこにリアルは求めてなかった。なんかない、求めてないとか考えてないっていうことなんで、このゲームの作られた背景になる時代って軍事学がすごい発達 してきた時代なんですよ。モミッサンスまでは要するに、まあそれ岡田さんの方が詳しいだろうけど、戦争やった時にそんなにもの考えてないみたいな。いわゆる将軍とかね、ラベンダン戦いのボードゲームを最近やってますけど、あのアグテクノスの越田一郎、考えて配置は考えてるんですけど、政治的な動きがすごいこう行き当たりばったり。当時のその将軍は、そういうなんか作戦とかはそれほどこだわりがなかったんですか。いや、こだわり自体はありますよ。ガラス戦争じゃない、百年戦争とかにしても一応百年戦争のアジャンクールとかは、あれロングボウが勝ったりするんですけど、クロスボウにね、そういうのはもう結構しっかり考えていて、アジャンクールは GDW がボウゲームにしてるんですけど、あれはそのクロスボウ側がほぼ勝てない。あの精密にシミュレートすると条件が整えていて、要は古代戦とか中世戦は多分ひっくり返すのは大変なんだよね、近代戦よりも。それはなんでかっていうと、こう多分勝ち負けがはっきりするんですね。不確定要素が、要するに飢餓の技術による戦力差っていうのがそこまでないから、ひっくり返すのは大変で、よほど条件で勝敗がはっきりした条件じゃないと勝ち負けがつかないってことなんで。その割には、例えばポニー戦争でカルタゴがもし勝っていても、歴史が大きく変わったかといえば、そんなことあんまりない気がする。あんまりないでしょうね。そうですね。勝てて戦って、じゃあ勝てとかって勝てないわけだし。そう。だから、古代戦から近世ぐらいまでの戦いの難しさがある。だから、戦争の規模が大きくなって、こう、動員される兵士の数が増えていって、その戦略の幅と技術の落差が大きくなった場合、こう戦争が割と悲願の、決戦のなんだ、悲願 の歴史の展開の状況を左右するってことはあるんですよ。日本でいうその関ヶ原の戦いみたいな分かりやすい例っていうのは、まあ、そんなにないじゃないんじゃなって、100年戦争をシミュレーションするとシミュレーションにあんまりならないということが、ゲームとしてはしょうがないよねってことになっちゃうんじゃない。シミュレーションでは作れるけど、シミュレーションにはできるんだけど、それは歴史の再現じゃなくてゲーム的なこうバランスの取らなきゃいけないから、シミュレーションからはずれていく。やっぱあの時代をゲームすると、さっき言ったアバノヒのバラ戦争みたいな政治ゲームに近いものになっちゃうから、そこでさっき書いてあったように、あの運の要素が強いみたいな。いや、実際あれ船乗って海に出ると嵐カードとか出せると、それでパーになっちゃうんですよ。ストーマーとシートがパーになっちゃう。18世紀のその啓蒙思想による戦争学の発展みたいなのは日本語文献あるんですか。日本語もまあまあリデルハートの本とかありますけど、今結構いろいろ出てますよね。リデルハートっていうと、あの間接アプローチ、はいはい、でリデルハートがいろいろその以前の話を書いてるから、あ、はいはい、まあ、歴史学的な評判は悪いんだけども、一応フリードリヒ2世の本とか翻訳出てます。フリードリヒはそこまでちゃんと踏み込んでる。ドイツの三歩本部とか読めばまあまあ書いてますけど、フリードリヒ2世とかは言ってることとやってることは全然違うので、それはあります、はい、言って立派なこと言ってるんだけど、やってることはクズなんだ。基本的には啓蒙先生君主ってみんなそうで、まあ、文化の先生君主だもん。そうそうそう、啓蒙と先生君主絶対あれ違う。自己弁護の本とか書いてますからね。そう。あ、でもそうそう、そうだ、思い出したのが、あのダニガンがオーゲームハンドブック書いてたんですけど、大体チェスのこと触れてて、チェスって意外と中世の戦争のシミュレーションなんだよみたいなこと書いてあるんですよ。で、何かっていうと、王様が命令出すじゃないですか、結局駒を1個しか動けないっていうのは、自分が好きでいけないじゃん、それだけでしょっていう、そうそう、で地形はないし、ピーチになるからね。
でクイーンというのは自分のだから側近の優秀な、まあ、兵隊なり部隊だって考えるものそんなもんなんだろうなって、あの日本の江戸時代って軍学とかあったじゃないですか、あの山賀草稿とかね、ああいうのっていうのはどういうことをやってたんですかね。あれはだから陣立ての仕方とか、僕はもっといろんなことやってますけど、なるほど。